息災であるようじゃの弟よ。いや、友禅寺のしがない湯を治めるほかにすることがなければ兄上も健やかになりまする。その話は明日でよかろう。今宵は大いに飲み明かそうではないか。兄上のお申し出、早くもそそられまするな。関東の侍衆よ、我が家来衆はその方らと共に血を流さんと奮い立っておるぞ。ご足労いただき痛み入るぞ。おじゅう、お話をお聞かせいただき大変光栄にござりまする。我が父の若い頃の話をしてくださいませぬか。そうじゃ、うってつけの話がある。兄上が元服を迎える年で初陣に勝ったのは知っておるか。吉井虎長、戦の神童じゃ。勝利する者は多くない。正式に降伏いたす。溝口は正々堂々叩こうたとそなたの言う筆に伝えてくれぬか。勝ち目のない戦に立ち向かわざるを得なかったのは我が宿命じゃ。わしは戦の神道に解釈されたと、そう書き記してもらいたい。来世でまた会えるやもしれんな。その時その太刀を握っておるのはわしかもしれんぞ。拙者が伊豆の領主になればどんな伝説が生まれていたことか。じゃが別の申し出を受けたばかりでござる。公の義につき大老衆の命により速やかに降伏の上大坂に途上なさるべく候こと。なお返答の儀は当方の使者大老佐伯信達殿に申し伝えられるべく候手くだんのことし。大老衆からの命、確かに受けたまわった。しかと熟考を重ね明日の日没までにご返事つかまつる。宿命は刀と同じ、それを操れる者にのみ助けとなります。では正式なご返答。佐伯殿、わしはその方に降伏し大坂に参ることを承知いたす。そこで大老衆、ひいては石堂殿のご意向に従う。